山県にあらずんば山口にあらずというような言葉が893業界の雑誌に出るぐらい、もう山県組イコール山口組、もう山県組が山口組の主流、もっと広義な広い言い方すればヤクザそのものが山県組だというぐらいの流星を極めた時があるわけですよね。当時は五代目体制で五代目山口組組長が、まあ、山県組出身であるということもありますし、当時もう3万人体制とも言われるぐらいな頃なんですね。まあ、確かにまあ数も多いですし、ヤクザ経験者の中で山県組に知り合いがいないなんてことはないというぐらい、まあ、5時団体、6時まではないか、もうそれぐらいの、まあ、あるところには6時団体ぐらいまであったと言われるぐらいの流星を極めるというか、北海道から九州まで区民を要したという、もうとにかくですね、でもですね、その山県の中でもその何社かの組がまあ抜きんでておりまして、特に県流会ですね、五代目がを輩出した県流会、山県の中でも県流会の勢いっていうか、もうそこには逆らえないというような雰囲気がありましたね。まあそのやり方がいいのか悪いのかということも当時からもう数十年前から言われておりましたが、まあ結果はもうこの昨今のことですよね。神戸山口組に分かれ、絆会に分かれ、その山県組が神戸山口組から離脱すると言ったらですね、絆会の会長も一旦は県流会入りして、山県組っていうことだったわけですし、山県組の今のトップは当然県流会会長であったわけですから、本線主流派というところがもう神戸山口組から離脱するということになっているわけですね。何のこっちゃかわからないというぐらい、もう不思議なことというか、まあもともと山口組をどこを中心にして見るかでもう見方が変わるんですが、当然本線である山口組から見て、山口組から処分絶縁となっているところがっていうことなんですが、結局割って出たところの顛末っていうのはこうなるという、一話会の時もそうですし今回もそうですね。まあ山口組の歴史の中ではやっぱりそういう形がもう物語っております。当時はですね、分裂した直後は山県組、まあ要するに神戸山口組の方のが、まあ宣伝の仕方というか、ネットを使って誹謗中傷だったり、後には記者会見を開くというような、そういったようなパフォーマンスが上手というか、そういうことをやった効果もあって、世間的には何かその山県組系、神戸山口組の方の勢いがあるかのように見えましたが、やはり冷静に見ると、そういったことをしていって、うまくいった試しがないということで、顛末というか、このような形になってしまった。本当に分かりやすい状態というか、まあ、確かに割って出たことによって、警察の圧力、それと法律ですよね、が厳しくなっていったというのは、やはり繁華街で発砲事件、抗争事件というのを起こせば締め付けは厳しくなる。もうそれとともに時代ですね。要は一般社会でも景気が悪く疲弊していく中で、こんなことをすればもう本当にこの割って出たことによってで逮捕者、それからしのぎができなくなる、生活ができない、締め付け、もう今の状態では事務所も使えない、5人以上で集団でもなってはいけない、その地域によってはですね、その範囲がどん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 広がっていくというような形になってしまっているっていうことですね。もうこれはもう自分自身で首を絞めたとしか言いようがない。まあ確かにその組織運営に対して不満があろうかと、いろいろなお金の問題、情能の問題、運営の仕方に不満はあるかもしれませんが、革命や改革を起こすんであれば、中から、中にいてやらなければできないんで、出てしまってやったことでうまくいくっていうことは、この反社会暴力団、ヤクザの世界ではなく、一般の社会や政治、国、紛争、戦争でももう言えるようなことなんですが、まあそれがこの、神戸山口組だけに当てはまるわけはないと私は思っておりました。ただ私も全く部外者でございますし、全く関係ないので、それを力説して言うのもどうかなと思ってましたが、ああやっぱやはりなるべくしてなったなっていうことではあります。でどちらが今回得したかって、どちらも得はしておりません。疲弊していっただけ。まあうまくやめれるというか、仇になれて、まあ今当時みたいな、当時っていうのは一話会と山口組の抗争で一話会がまあ解散になっていった時のことよりも、その仇になりにくくはない、なりやすいというか、
そういう状態ではありますから、まあなんとか抜ける組織からそんなにひどい制裁圧力がかかるわけではないんですが、逆にこのような社会状況だと働くところもない、生活をしていく術がないということなんですね。ここがまあ難しいというか、もうやはり本当に今の暴力団関係反社会の人たちの末路は哀れであるというのは言っておきたい。